何よりやっぱ弾きやすいっていうのがでかいですね。まずこれすごいボディがちょっとちっちゃめのタイプなんですよ。だからすごい持ちやすくて、まあ人によっちゃちょっと軽いって感じるかもしれないですけど、アンサンブルの時って実際そんなローいらんし、必要な部分だけで出てるっていう感じですね。でもねちょっとね、やっぱこれ79年のやつなんですけど、いわゆる古いアコースティックギターみたいな、ちょっと優しいっていうよりまだちょっとこう新しい楽器っぽい新鮮さも残ってるんで、まあよく言えば抜けてくるというかやけど、まあ悪く言うとまだちょっとこう馴染みが良くないというか。めっちゃ弾きやすいですよ。でもちょっとねネックがエレキっぽいから、多分なんかレスポールとかぐらいの気するんですよね。見た目もすごい独特なんで、で星マークでしょ、だからこう可愛いと撮るかちょっと変と撮るかっていう感じですか。僕は好きですけどね。